さて、対局をスタートする前に解説者をご紹介いたしましょう。麻雀忍者こと藤崎聡プロ、そして麻雀 IQ220 こと勝又健二プロにお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは東牌のスタートです。さあ始まりました。トン一局、親は森山ですね。そしてなんちゃに猿川、シャーちゃにコンノ、ペーちゃに瀬戸熊と。さあどうなんでしょうね、誰が最初に一歩リードするのか見ものですけども。はい、そうですね。さあドラはリャンピンでございます。さあ親の森山のハイパイはどうだ。ソーズで一メンツ。さあ一品からいきましょう。まあ単ヤオに向かいたいですよね。向かいたいところか。さあ猿川、これは高ハイパイですね。引いてきました。さあ今度はさあ G ピンを持ってきて、ペーから相当重たい手配。重たい。さあ瀬戸熊はどうだ。2メンツですね。さあペーから数層もありますね。難しいですよね。赤ウソもありますからね、入れ替えられなくなってしまいますからね。はい、さあここで E1 がどうする、コット、うん、これは相当強気な一打ですね、うん、強気ですね。勘をして、さあ何を引いてくる。地層はつもぎり。さあ引いてくるか。3番つもぎり、ペーつもぎりが続く。さあ、うん、ローワン。ただ瀬戸熊プロ以外はまだみんなリアン3点ですからね。そうですね。さあトンどうする。トンが本杯、森山さんがイーシャンテンですね。はい、あ森山さんはイーシャンテンですね。あ本当ですね。さあこれパーソはつもぎり、うん、さあ何を引いてくる。トン、いやそうそうとドラのリアンピン打ってますけ どなかなかツモが効かないんで。あ効かないですね。さあ G1 行きましたね。さあドラのリアンピンにくっついた。今の G1 はローマンが自分の目からもすでに3枚見えたと、うん、さあここでリーチに行った、はい、リアンピンのリーチ。さあこれを受けて、いや森山さんは戦い手配、うん、対手配ですよね。まああのね、イーマンカンですから受けた方は迫力はありますけどもね、うん、とここで3ピンがいいシャンテン、はい、さあどうだ。さあテンパイが入るか。あ入らない。数層もいった。森山会長はどうなんですかね。サブロック9層が順当にいけば埋まるってテンパると思うんですけどもね。その場合の選択はパーワンロー、まあ、パーピンを打ちそうですよね。リーチ打つかダマテンにするか難しいですけど。おっと3番これはおお行きますね。スマンは3枚見えている。さあさあイーシャンテン、うん、さあこのローソーはどうする。なんさあテンパイが入るか入らない。さあどうだ、テンパイが入るか。さあ何を切る、うん、G1 いいそう。はい、一応現物、はい、これローピンもチーピンも残ってますから森山会長チャンスなんですかね。ただそう引いてくるのか、はい、さあおっと。さあテンパイは下3ピンが通って、はいてるぐらいですね。ピンズは、はい、そうですね。どちらかはおそらく切りますよね。どちらかはおそらく切りそう、はい、さあそしてリーチもいった。リーチも行きました、はい、これで上がりきった。ここでスーワン細いと。さあこれがローピン1枚いるんですよね。セテゴプロのあのリャオピンがもう山いないですからね。さあスーピンは大丈夫。さあローピン引いてこれるのか。さあどうだ。急走はパーピン、いやまだ残ってますね。まだまだありますね。森山会長が敗退になりますね、はい、どうだ。おっとさあ敗退、まさかのワン9ワンさあこれで2人テンパイですね。リーチ行きましたね。まあチーピンで言ってもまあ上がれてないですもんね。そうですね。そうですね。
TP の方が2枚実は残ってたんでね、相手 TP だとちょっと今後嫌な感じはしますけどね。それは嫌ですね、はい、相手で TP 持ってきたら嫌だしたけど、さあ親はレンちゃん森山、さあドラはリャンワンですね。さあ親の森山手牌はどうだ。まあまずまずですね。まずまずですね。両面が3つあって、はい、さあシャアから、さあサルカは、はい、二刺しの3色が狙えるところ、はい、ただトンの統一がちょっとポイントになりますかね。泣く泣かない、はい、勝ててくるのか、はい、さあ瀬戸熊は9ピンから想像の本質が見えるか。さあパーソーはつもぎり、おっとドラドラになりましたね、はい、ここで二刺しは諦めてドラを使い切る形、うん、こうなると猿川君にとって瀬戸熊さんのトンがどのタイミングで出るか、これで出るんじゃないですか。これで出てもおかしくないですよね。これで泣くのか。いやでもこれタイミングとしては一番嬉しい時に出てくれましたね、うん、絶好ですね本当に。さあイーシャンテンになった、うん、ここでウーワン、これはちょっと今野さんは形が悪いので、あまり来づらい、上がりに結びつかなそうであればもうこのウーマンから降りてしまおうかっていうところだったんですけどね。おっとこれでちょっとチートイが見えてきた。チートイのイーシャンテンは残しましたね。イーシャンテン、さあどうする。これは E ピン2枚切れ、ああ E ピン2枚切れだから数ピンのポンテン考えるかと思ったんですけど、うん、後々の安全度の方を重視しましたね。そうですね、あの E ピンを統一で持っておきたいってことですか。さあ味噌つもぎり、チュンもつもぎり、そこそこ。さあおっとこれでどうする、うん、パワーワン枚つもぎり、森山会長のところの親の捨て牌がもうほとんど八百中牌ばっかりなんでね、 EP を持たざるを得なかった、はい、っていうところですかね。サルカープロからすると安全牌は E ピンだけなんで、うん、まあ、E ピンを統一の状態で持っておきたかったってことですよね。さあなかなか転牌できない。さあ今つもぎり、はい、まあ、普通手組だけ考えればね、これでイーシャンテン 100% スープンじゃなくてイーピン切る局面ですからね。さあこれで何を切る、スープン、とどうするのか。これはまっすぐはウーピンですけどね、初ポンテンかけるとしたらウーピン、まあ、ひねったらチーピン当たりはまっすぐ行きましたね。これはでも嬉しい漫画になりましたからね。そうですね、ただ枚数はちょっと苦しい。さあリャンソのテンパイが入った中ワンは、はい、泣かしてもらえるのは嬉しいですけど、逆に親に切られたってことで怖いのは怖いでしょうね。親が赤ウーピン切ってきたわけですからね。さあいやこれはいけないですよ。チートイツの方に向かうと嘘が危ない。初ですか、まあ、パーピンチーピンのどちらか打つ手もありますけどね。転廃したらドラ勝負、そうなると老朽ピンは結構良さそうに見えますけど、どうなんだ。まあ、イーマン切りからチートイ転廃で嘘勝負もありますね。パーピン、とりあえずパーピン、とりあえず天秤ってことですか。次の牌に聞いてみようですね、うん、さあこれは打ちづらいですね、うん、パーピン、さあどうする。まあ、今の森山会長のパーピンを見て脳天だったんではないかっていうことで瀬戸熊さん数万打ってたわけですね。
あ、なるほど、マンズを仕掛けていけばドラを打たないでいい形になるとっていうことですね。瀬戸熊さんはチーマンのポンテンは取らない。取らない。あ、取らないんですね。うん、打ち出すチーソーが猿川君の現物ですからね。あ、なるほど、はい、ただ親に怖かったっていうことでしょうか。おっと、テンパイ引き。いや、これはドラ勝負しそうですよね。ドラ勝負しそうですね。いや、でもあまりに怖いとこですけど。うわ、いった、リーチ、リーチ来ましたね。残ってますね。ありますね。リーチ一発も入って、これ何点ですかね。ありそうですよ。積もれば9班からですよ。さ あ, さあどうだ、積もんのかあるのか。あ、強気でしたね、あそこでのリーチは。さあ二人テンパイですね。はい、攻めますね、森山も。来ました。まあまあ、ヤンワン切るぐらいだったらもうリーチってことなんでしょうかね。そうですよね。はい、まあ一発入ってで積も上がれば、はい、もうこの半チャンをトン一曲で決めてしまう、決めてしまおうっていうことでしょうかね。勝負手になりますからね。そうですね。一発と積もと入ってがつくわけですからね。はい、上がった時には。いや、しかし上がりまではいけませんでしたけ ですけど、また今回ベテランが見せてくれてますね。そうそうそう、またすごいですよ、親の森山。ただ瀬戸熊プロを若手と言っていいのかどうかわからないんであれですけど、一応若手3人がかりになってますからね。ここはやっぱり若手の意地を見せなきゃいけないところじゃないですかね。猿川も良かったですよ。さあ、今のがちょっと悪いぐらいか。でもまあまあ、瀬戸熊も言いそうから。さあ、おっと、白が問い詰めない。これドラの流派が全部山ですからね。今度プロチャンスありますね。さあ、ここもいいシャンテン。おっと、何が入ってくる。ピンズが伸びた、はい、とりあえずいいピン、はい。おっと、これでとりあえずいいソ、これがあのトンの問い落としじゃなくて、イーソン問い落としにした狙いですよね。さあ、テンパイが入ったらどうする。リーチさあ、はい、ドラ短期のリーチ。いや、これドラすごい残ってるじゃないですか。はい、すごい残ってるんですよ、ドラが。はい、誰も持ってないですからね。誰も持ってないんですよ。ただ捨て牌から、捨て牌がちょっと目立ってますね。はい、さあ、これは捨て牌からかなりチート位置には見えると思うので、もう自牌が最後のチュンだけですからね。はい、自敗だけどペーだ。でもそれこさんはイーピン勝負しましたね。うん、イーピンかなり打ちづらいとこですよ。結構打ちづらいですね。すね、まあ、自身が統一なんでっていうことなんですけどもね。ラスハイのEPを持ってるかどうかですね。森山が1枚切ってるんで。おっと、猿川も、それにしてもやっぱり初を掴んだ以上上がりがなさそうだから、現物の暴力7層あたりのどれか打ちそうなとこでしたけど、はい、そうですね。ただあのいいピンを打ったっていうことは、2ピン引いてきたらもう流派も行きますよってことだと思うんですけどね。さあ、いいシャンテン、まあ、もしくは初重なって113と落とそうという狙いか。うん、さあどうだ、まだありますからね。はい、まだ2枚もいますよ。勝負形になってきましたね。8層ぐらいは行くのか、リャンワンから。うん、まあ瀬戸熊プロはおそらくですけどドラ以外は全部行く体勢で行くと思うんですけど、ね。これ今のリャンマン打ったのはパーソンも通るんですけど、親の森山さんにリャンマンが通ってないんで、そっちに対しての先切りっていう意味ですよね。俺は行くぞと。はい、行くのは攻めは攻めなんですけど。さあ、これで、この一巡でリャンマンが捕まってしまわないようにっていう、ね。さあ、リーチ、二件リーチになりました。さあ、そして親の森山どうする。チーピンは相当通りそうには見えますよね。チーピンは通りそうに見えますね。行きましたね。これサブロマも相当強いですね。ね、相当でもないですか。でも結構残ってますね。ありますね。ローワン、そうですね、3枚ぐらいありそうです。さあ、2人
通なら決着はつきそうですけど、ね、つきそうですね、勝負どころになりましたね、流派があるんでね。さあこんにちは、サブローマンが結構残ってるっていうことは、ね、森山さんにも上がるチャンスは十分あるってことですからね、はい、そのサブローマンがどこに誰のどこに行くのか、さあ森山テンパイが入るか、おっとなんだ9ピン、これはここでやめですか。そう、まだ行った、行きますね。あ、10ピンが4枚見えてるんですね。あ、なるほど、はい、いやまだ2人合わせて5枚ありますね。うわそんなにありますか。どっちか掴むのか、あさあここでテンパイが入るのか、あ入らず両ピンは、まあまあチーピン全員のパイ、ここにあったのか、ここにありましたね、相手に。さあこれで2人テンパイですね。流局は結構予想外でしたけどもね。そうですね、はい、3局連続流局です、 ですね。なかなか、はい、いや強敵も溜まってきましたよ。そうですね、上がりたいですね。いや5本ですか強敵、もう1000点でもいいから上がりたいっていう感情になりますけどね、うん、なんかあると意外と攻め屋が揃った卓で、はい、この展開のスタートは気持ち悪いですね、はい、後半一気に荒れてくると思いますね。これだとさあトン2局になりました。親は猿川です、ドラはローピン。さあその親の猿川、白がトイツ、ドラメンツもある、まずまずですね、うん、これだともう1枚目からやっぱ仕掛けていくと思いますね。猿川プロは意外とフットワークから今でも打てますからね。あの5000点はでかいですからね。そうですね、5000点で取ればでかいっていう意味だけじゃなくて、親の時にあれがあると、はい、他の人にあれを取りに来られるとスピード勝負で来られる可能性があるんで、やっぱり、はい、親にとってはあんまり嬉しくない状況、嬉しくない親蹴られちゃう可能性が出てくると。なるほど、ただ自分で取って強卓消してしまうのが一番打ちやすいですよね、はい、その後が。そうですよね、積み棒あったら6000点ぐらいがタダで来るわけですからね。そうですよね。さあおっとドラ引いてきた、これで打点も十分になりましたね、さあ9ピン3増からシャアが重なった。2枚切れてるんです、シャアが。あ、2枚切れてる、どうする。切りましたね、上がるためにはやはりシャアのトイツ落としですよね、うん、さあチュンどうする、ドラは6ピン、いいピン、うん、難しいですよね、ピンズの本位置もギリギリ狙いたいんですけど、うん、おっと、いいシャンテン、どちら引いても即輪になるんですかね。うんうん、行くんでしょうか、はい、さあおっとこうなってくるとですね、はい、4枚行きましたね、まあ、間違いなく最初から本位置は見てると思うんですけども、はい、まあ、本位置行きやすくなりますよね。ただこの森山さんの皮でピンズの本位置になったら途中で相手は読み外されますよね。そうですね、猿かテンポ、おっとさらにちょっと光景になった、仕掛けたパーピン、仕掛けた、お9ピンから、なるほど、もうやはり嘘をスッと引けるようであれば、まあ、もうそのまま上がりに向かうと、ですね、先にトーンが重なるようであれば本位置に行こうと、うん、さあどうする、リャンゾいいシャンテンですね、と、なんだへえ、これでトン十分系ですね。白がどこにいるか、白のこっちもメンツ、白のポンテの親もんですからね。そうですね、強卓入れると親の羽マンの価値、ね、価値がありますもんね、はい、怖いですよね。さあどうだ、ここでトン、おっとこれはいった、リーチ来ました、はい、